お待たせしました。生物改正のお時間です。きたー。じゃあ合成台で来ました。今私がもう強化してない生物は全部いらない生物であることを確認済みです。じゃあ行きますか。お、杯4つ来た。お、あ、岩バフ、まあ、ダメバフ杯はテンション上がるよね。サブゴミだな。お、え、これ強くない？風ダメージバフ杯、会心付き、現者付き。これ率 3.9 つけばいいよ。草バフ。なんかダメバフめっちゃ出るんやけど。あ、まあ、草バフ杯は嬉しい。まあ、熟知も嬉しい。現者も嬉しい。まあ、会心ないからいらないけど。なんか引きがいい気がするな。これ鍵？いや、鍵じゃないか。え、でも絶縁とかだったらめっちゃいいよね、これ。いらん。いらん。いらん。まあ、これはもう捨てます。もう、会心1個だけはね。強化案件ではない。おお、おー、最高、最高。え、やばい。ね、ちょっと待って。ま、ちょ、待って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 、ちょっと待って待って。なんかこういうネタあったよな。これ原神ウィキっていうサイトなんですよ。ねえ。生物があって、この上昇量が決まってます。会心率 3.9、 会心ダメージ 7.8、 攻撃力 5.8 が最大値なんですよ、うん、で今ついてる生物さ、まあ、会心率 3.9、 会心ダメージ 7.8、 攻撃力 5.8 で最大値ね、まあ、攻撃力実数値はまあ攻撃パワーの介護感なんで、まあいらないんやけど、まあ、ここが元素チャージ効率だったら最高だったね。でもね、文句なしだわ。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いらん、いらん。オッケー、めちゃくちゃ幸先いいんやけど。はい、じゃあ本命です。ゴッド生物です。会心が伸びれば一番嬉しい、うん、行こう。じゃあまずはプラス4から、プラス4、1段階の強化見ます。おっと、2倍強化になっちゃったけど、会心が2回伸びた。あ、でも最低値か。あ、でもいい、いい、変なのが伸びるよりは 2.7 は最低値ですね。で、会心ダメージだと、まあ、2倍なんだけど 5.4 最低値ですね。まあ最低値2回伸びたけど、まあ耐えだな。え、強い。さあ、この調子であと3回、プラス12、プラス16、プラス20の3回じゃんけんに勝ってくれればね。いや、プラス12。ああ、攻撃力実数値伸びた。でもまだあるでしょ、会心。あ、切り替えていこうか。いや、 32.2 なのよ。で、次強化して7.8伸びたら、まあ、40いくけど、今つけてるこれに勝てなくなっちゃったね。 43.3 に、うん、あ、いらないかな。まあ強化運がないのが私の取り柄ではないな。物理バフサブがゴミ、うん、お、耐えキープ。あ、ほんまにいらない。おお、あ、ダメだ、おかしくなっちゃう今日、やばい。前回どんだけ運悪かったん、やばない？前回終わってたマジで。でも今日は引きがいいな。いいよいいよいいよ。さっきの双子、いや、さっきの双子来たね。強化してきますか。さあ、お待たせしました、さっきの双子ですね。こいつは強化しますか。なんか双子、なんか会心率、会心ダメージ、攻撃実数値、さっきの双子なのよ。共食いさせるか。なんかさっき攻撃力実数値2回伸びてね、捨てなんかゴミになっちゃった子がいるので、双子を共食いさせよう。行くぜ、お前の意志を踏み越えていけ。ほら、ほう、次こう回線伸びれば、そう、 7.0、 いいね。これで、聞いてください、皆さん。
現在スコア 41.4 です。 18.7 25.7 41.4 現在スコア 41.4。 ここで回心が伸びれば40後半いきます。実質値が伸びたらダメですいやいける、ちょっと半ば諦めてた、更新が無理だと。50はいかないけど、回心伸びろ、回心ダメ。はい、おっ、何本これ、 18.7 23.2 48.4、 スコア 48.4。 強風花、これは収穫と言っていいでしょう。これ良くない？ちょっと攻撃多いんですけど、まあ、氷風生物がそもそも会心めっちゃ漏れるんで、これはもう彩香につける生物付け替えていいんじゃないかな。今日調子がいい、じゃあこの調子でガンガンいきましょう。いきます。はい、花5個ね。花もいいの出たからちょっと勘弁してほしいな。杯弱い、ね、弱い、ね、今日やばい率ダメ、攻撃入ってる4オプ3個目今日やばいな。まあ花羽だからね。いやこれが、まあ、花羽だから、まあまあまあってある。これがもし時計で杯冠でこんなん着てたらめっちゃテンション上がってな。まあでもね、いい良いです。ちょっと今日やばいかもな。はい、強化します。強風です。いやマジで生物厳選楽しいんだけど気持ちいいわ。パチスロ、なんかね、いや前回ほんまに運が悪かったんやな。何も強化しないままスッスッスッと終わって、はい、ありがとうございましたみたいな感じで終わっちゃったもん。いくで、回心伸びるからな、見とけよ。ほらん、攻撃か。あ、ま、4.1 最低値じゃない？そうだよな、 攻撃力は 4.1、4.7、5.3、5.8 なんで、最低値か。渋いっすね。まあ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 、1回だけね。まあ、こっから4回連続で最大値回心伸びてもらいますから。いきます、回心。カモン！あ、まずい。ああ、私の手で、未来ある、未来ある若い芽を摘んでしまった。やっちまった。ちょっと待って、もう無理だよなこれ。 21.4 やろ、 29.2、 37.2、 あ、45か。運よく、めっちゃ運よくて45、いらないな。あ未来ある生物が私の手で将来を摘んでしまった。273個目いきます。若い芽を摘むんじゃないいや、まあまあ、私だって摘みたくて摘んでいってるわけじゃないし、私の手で将来をなくしてしまった生物くんたちがいっぱいあるから、あ、弱い、あいつらのために。いや、もう花はいいん、あ、強化していきましょう。率ダメ4オープめっちゃ出るな今日。そう、めっちゃ出る。はい、来た、最大値 3.9、 最大値です。いいよ、はい、最大値。あ、防御、運が良くて 45.2。 え、なんかこの台やめられないわ。もう一回いくか。パチンカスやん。いや、この台をここで離れたら、次にこの台使った人が運いい状態で始まっちゃうから、ちょっと変えられねえ、やめられねえこの台。おい、攻撃杯、雷バフ。お、やっぱ確率変動入ってるってこれ。でもこの台から離れちゃダメだよ。確変入ってる。おお、やばい。氷バフ杯が、まあ、サブゴミだけど、メインに来てるのこれ4個目 ?3 個目やばいな今日。羽。うん、羽はいいのあるから。花。いや、ここで率つけば犯罪かもしれん。防御出番や。いや、来るな防御。回収。あー、お前らが変なこと言うから。未来ある生物が。回心。あ、攻撃実数。いや、もう攻撃実数、HP 実数、防御実数。おい、いらないな。おい、弱いな。羽。うん、羽。回心率、回心ダメージ、攻撃の4つ埋まってるやつ、これ何個目？ 5 個目？ 4 個はそのうち変なチョコになっちゃったんやけど。引きやばいわ。率ダメ回心、え、率ダメ攻撃投下します。防御あるぞ。いや、言わなくてええねん言わんでいいのよ。
行くぜ。はあ。最低値か 4.1。 1回は許そう。1回はね、攻撃が伸びてもね。何も伸びたこれ。 5.3 は下から2番目の攻撃。雲行き怪しいですね。まあ防御が伸びるよりははるかにマシなのですが、こっからは全部会心で頼む。よっそ、うん、あ、最低値。ちょっと待って、冷静になれ。 10.83.0 15.22.20 33.0 か。いや全然ある、全然ある、全然ある。33でしょ今。プラス16で会心伸びて40で、また会心ついたら40後半だろ。いや全然ある。ちょっと伸び幅が低いとね、最低値伸びはやっぱ辛いっすからね。あ、死んじゃった。あー、くそー、すげえ、もうみんな盛り上がってんじゃん。やったー。一体感すごいな。おー、まあいいけどよ。まあまあ、今機嫌いいからね。いや、今日いいな。390個目。いや、これで氷バフだったらね。やっぱ杯きつい。これ鍵やろ。ナヒーだよ。熟知杯立ダメ付きは鍵。ナヒーだよ、熟知杯。ここに命をかける。回心伸びろ。よっしょ、ふっはっ、ふっはっ、ふっ、うん、はっ、昇竜拳、ふっ。まあまあまあ、メイン本当はダメの方がいいんですけど、まあ全然いい。4オープで会心攻撃埋まってる時点でいい。まあ現茶が欲しかったけどね。あ、お待たせしました。本命いきます。こいつね、こいつ1個ずついこう。理想は会心ダメ 6.2 かな。 14.0、21.8、29.5 みたいな感じで会心だけ伸びまくって、まあまあ、ほんまに運良かったらスコア40いくからね。だから1個ずついくか。まずプラス4から、プラス4まで飛びます。開始。ああ、おーい、 6.2 開始ダメ伸びる。実数値、いや、まあ、実数値1回伸びちゃったけどさ。幸先いいな。いや、よくねえのよ。よし、5.4、 まあ最低値だけど 23.7 でしょ、スコア今あるぞこれ。まあ、運が一番良くて35ぐらいか。会心伸びないかな。またダメ。あー、ダメだぽいかな。運が良かったら39ぐらいの会心ダメ多めの冠になってたのか。だけど私の才能がなかったから、攻撃力実数値と防御パンに吸われて、まあ、いらなくなっちゃう。429個いきます。攻撃杯はまあ絶縁だと嬉しいんよな。強風だとどうだ。あ、強風だとあんま嬉しくないな。ダメバフ欲しいからね。あ、ね、これはこれいいか、キープか。ああ、やっ、違うね。羽はもう、4オープ目は原茶か攻撃で。ナイス、原茶回心伸びて、ナイス。はい、最大値 7.8。 いいよ、ほんま運良すぎるから。回心、あーっと原茶か、これどう。運良くて 34.3 原茶だからこれはいらない。この羽の餌になってもらおうか。率ダメ攻撃原茶、あやかに欲しいものが全部揃う。原茶。一気にいけ、プラス16。あ、うーん、22.5 ってこれ最大値やん。 7.0、7.8、14.8、14.8 たす 7.8 は 22.6 ね。やっぱ最大値伸び気持ちいい。あ、でもこれ 22.5、33.2 だスコア。これ次会心伸びても最大値伸びても41です、スコア。やっぱ防御吸われちゃダメか。468弱い。防御カムリいらん、治療バフいらん、防御いらん、攻撃いらん。うーん、これもね、普通に強化案件だったかもしれんけど、まあいい花が出ちゃったしね。いや、これが攻撃だったらクソバフか。うんうん、いや、羽じゃないんよね、欲しいの。まあまあまあ、会心率がつけば神です、会心率がつけば神です、会心率がつけば神です。会心、あーにゃー、これで501個です。あー、3個しかない。鼻羽の調子がいいな。うん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 、率がつけばね。うー、最後ちょっと失速した感があるな。まずは攻撃とお願いします。あ、防御会心こっから伸びるから 7.0、 上から2番目、会心
原茶か。最後の希望は冠に託された。リッツ対戦ありがとうございました。帝京生物ネルネロ大学スポーツ医療経営学幅広い現場判断山田ベルリンドさん帝京生物ネルネロ大学大爆死